こんなに売るんだね。これもすごいね。これは洗える着物。これも洗える着物。すごいね。これはね、一回も着たことないね。これもったいな、うん、これね、多分東京で買ったと思うの。これレンジ材があって一回も着てない。こればあちゃん、私着物着せてよ。え、着たいの？どういうのが着たいの？なんかばあちゃんのおすすめ、てか私に似合いそうな着物ちょっと探してね。これが一番高い着物ね。これはね、つけさねって言うんだよね。綺麗な柄でしょ。これね、買った時80万でした。いえ、恐ろしいな。じゃあそれ着よう。ばあちゃんは着物の先生やってたんだっけ。そうだからね、すごい着物持ってるし、着たいって言ったらパパパパーって着せてくれるから、いざ変身。めっちゃ寝起きや。この色かわいい。これが一番高かった。高いって言うけど、私似合うかしら。ばあちゃんは似合ってたけどさ、こういうクリーム系って初めて。着れる人ってめっちゃかっこいいよね。めっちゃかっこいいね、これ。めっちゃかっこいい。完成。吉田様のお部屋はこちらとなっておりますので、はい、どうぞお靴をお履き、お脱ぎください。失礼いたします。この度は当旅館にお越しくださいまして誠にありがとうございます。ぜひお客様がご満足いただけるサービスをお手伝いさせていただきますので、よろしくお願いいたします。こちらお茶とどら焼きを置いておきますので、はい、ではごゆっくり。失礼いたします。ばあちゃんが着物持ってたからさ、あの人たちは洋服の時代じゃなく着物の時代だったから。ありがとします。この度はお越しいただき誠にありがとうございます。いや、この着物超かっこよくない？ちょっとおかみごっこし。失礼いたします。あ、どうもこんにちは。吉田様、いつもありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。あ、はい、そうです、私がおかみの千葉さらです。よろしくお願いいたします。吉田様にはいつもお世話になっておりまして。吉田様、何かお手伝いすることはございませんか？あ、大変申し訳ございませんでした。多分こちらのミスですね。大変申し訳ございませんでした。何かあったらもうご遠慮なく私にお声かけくださいませ。はい、ということでこの度はごゆっくりお過ごしくださいませ。旅館で働いてみたいな。飲食業をずっとやってたから仕事モードになったら結構得意なんだ。どうしようもない客に一応謝れるっちゃ謝れる。大変申し訳ございませんでした。やっぱ着物着ちゃうとさ、着物っていいよね。売りますってなるとちょっと寂しくなるよね。私の着物じゃないんだけどさ、なんか日本刀みたいなのないかな。いや、もうばあちゃんが着物の先生じゃなかったらこんな自由に着物着たいっつってすぐ着れなかったわ。いや、おばあちゃんの形見でさ、まだ生きてんだけど。
ちょっと1着か2着ぐらい取っておきたいなって思うんだけど、最初の狼のやつ可愛かったよね。まあでも着なくてもなんかちょっとお母ちゃん思い出すし、取っとこうかな。これも好きなんだけどね、もともとね着たいのあるんだけど、やっぱちょっと疲れるみたいだから、かわいそうだからね。ばあちゃんに着せてもらうのは多分最後かな。ほんと着物着る機会ないからね。はい、ということで皆さん今回も動画見てくださってありがとうございます。ちょっと個人的に思い出作りたかったわ。着物着るとねやっぱいいよ、着る機会がないからね。みんな素敵だわやっぱ着物。みんないつも見てくれてありがとうね。さようなら、アディオス。